ないでしょう。メッセージを録画しよう。あまり時間がない。基づき言論の自由と集会の自由を認めることを。はじめさん、会議の報道の対価、選挙権。私たちは公共機関での隔離廃止を要求します。読むんだ。隔離って何て読むのか知りたいがためだけに選ぶのはちょっと、どうしよう。